力不足に対する怒声論。ただテレビ局が放送をやめればいいだけだと思いませんか？がネットで話題。内容はこちら。電力不足に対する怒声論が話題のようです。では、アミさんのツイートより内容を見てみましょう。アミ。テレビ局が膨大な電力を消費しながら電力不足だと騒ぎ、それを日本中の一般家庭でテレビを見て、さらに莫大な電力を消費しながら電力不足を心配する。ただテレビ局が放送をやめればいいだけだと思いませんか？これは超絶怒声論ですね。では次に、ネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。関東広域圏のテレビ局の送信電力を合計すると 73kW。 機器から熱として逃げる電力のロス、スタジオや事務部門で消費する電力を加算すると、どれくらいテレビ放送で消費してるんだろう。まさにその通りです。テレビ局が17時から22時まで閉局すれば解決。 NHK も含めて1日1局だけで十分。いいえ、テレビ局への送電を止める方が合理的だと思います。テレビ局の閉局と家庭でテレビを消すだけで電力不足は解消しそうですね。次はこちら。節電を呼びかけるならまずはテレビを消してくださいというのが本筋。冷暖房は命に関わるので、優先順位は後の方だよね。誰でもできる省エネですよね。実践します。冷暖房は消せないので、テレビを消しましょう。次はこちら。全国のパチ屋も営業停止ね。パチンコもね。ついでにパチンコ屋も規制したらどうだろうね。かなりの電力ですよ。パチンコ屋が休めば電力消費は随分抑えれるんじゃ。電力不足時はパチンコ屋の営業停止も視野に入れるべきです。最後はこちら。テレビ局がなくなれば節電になり世の中のためになる。こんなんで電気自動車を普及するの？みんなでテレビのコンセント外そう。さすが量販店はテレビ売り場の受像機の電源を全てオフにしてる。分かっていらっしゃる。原発再稼働必須。電力不足を解消するために原発を稼働すべきですよ。結論。電力不足が問題になっている昨今、テレビで電力不足を呼びかける前に大量の電力を消費しているテレビ局自体が午後からは閉局するなど手を打つべきですよ。それだけで結構な省エネになると思います。あとは、各家庭でも、テレビをコンセントから抜いておくことで、電力不足は解消すると思います。みんなで実践しましょう。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと、今後のチャンネル運営継続と、質向上のための励みになります。ぜひ、この機会に、チャンネル登録のほど、どうぞよろしくお願いいたします。